こんにちは、トリオパースの山中です。今日は、バイタルビッグゲームホルダー用のリプレイスメントブレード、こちらを紹介いたします。バイタルビッグゲームホルダーというのはこちらのナイフで、こちらはボタンを押すことでブレードの交換ができると。バイタルの本体にこのようにセパレートタイプのシースついてますけど、こちらにこの今回のリプレイスメントブレードについているケース、そのまんま入れられるんですよという商品でございます。だからこちらのケースとバイタルっていうバイタルホルダーに関しては別に、あくまでも今回はこちらのリプレイスメントブレードの紹介と。で、こちら開けるとどうなっているかといいますと、まずこちらに例えば5枚、本体自体にはこの交換用のブレードが5枚ついているのですが、よいしょと、で、このグニュグニュって何だと、ショットシェルホルダーかと、違うんですよ。これはこのラバーライナーは中での揺れとかを防止するためのクッション的なものなので、一生懸命薬莢を刺そうとしないでくださいと、そんなラバーライナーがついていますと。で、表面はガーバーって書いてある面と、あとは説明書読んでね的なことが書いてあるような。違うやん、オープンウィズケア、なんか英語書いてあります。で、こちらは構造上このように表面が開いて両面がこのように開くんですな。なので未使用のブレードと使用済みのブレードに収納を使い分けることができると、そんな商品になっております。このケースのロックはこの3箇所に爪を刺すと、だけの構造なんですが、こちらリプレイスメントブレード、ケースもついてますっていう5枚入りのセット、全長、ケースの全長は約 12.5cm だと、下の方にリンクを貼っときますので、よかったら検討の方よろしくお願いいたします。では最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。